こんにちは。福井教育支援サークルの吉田です、えー。読み書きに障害のある子どもたちへの対応について考えてみましょうということで、えー、今日は合理的配慮、すぐに取り組める方法がたくさんありますということでお話をさせていただきます。えー、平谷子ども発達クリニックの平谷道夫先生の講演を 果実聞くことができましたこの先生、この発達障害に関しては大変有名な先生で、県内各地で講演活動なんかもされております。私自身もこれまで何回も平谷先生のお話を聞いています。今回はそのお話の中で、この2つ、これ以前も聞いてはいたんですけれども、改めてこう考えさせられました。 なおねここに書いてあるものは、私が聞きながらメモを取ったものですので、平谷先生の直接の言葉とは違っている可能性があります。この点についてはご了承ください。まずですね、学業成績は児童・生徒の知識や理解を正確に反映してない場合もあると。つまり、読みや書きに障害のある子どもたちをテストなんかでまあ、学力を測定するんですけども、これとね本来持っている子どもたちの力とが一致してない場合があると。 まあ、通常低く出てしまうんですよね。それはそうですよね。読みや書きに障害があるわけですから。えー、もう1点が、合理的配慮によって学業成績を一定程度引き上げることができ、自尊感情を改善させる可能性があると。この、ね、アンバランスな状況を、まあ、合理的配慮を使うことによって、えーね、学業成績の方を一定程度引き上げることができるというふうに言っています。こうなると これは教師の責任重大ですよね。適切な配慮をすれば、子どもたちが本来持っている力と学業成績をより近づけることができるわけです。えもう一つですね、平谷先生の講演の中で、えっ、ー、とね、これ、星稜大学の河野先生という方だと思うんですけども、この方の話をされていました。これもね、私のメモを再現したものですけれども、大多数の人は定時の読み書きは自動化すると。 読み書きが、ところが読み書きに障害があると、文字を音にしたり、音を文字にしたりすることにエネルギーの大半を使ってしまい、工事の読み書きが不十分になると、えー、ここなんですよね。私たちの場合は、もう読み書きは自動化してしまいますから、脳への負担はほとんどないです。もうね、自転車をすらすらっと焦げるのと一緒ですよね。ところが、自転車を習いたての頃は、全神経を集中して自転車を越えているような状態になります。えー、ですから、 読みや書きに障害のある子どもたちにとっては、文字を音にしてみたり、音を文字にしたり、つまり書いたりすることに、大半のエネルギーを使っちゃって、もうね、その先、その先の工事の読み書き、つまり思考力だとかね、判断力のところにまでエネルギーがいかなくなると、こうおっしゃってます。これがね、その学業成績と本来持っている力の不釣り合いとして表れてくれるんだと、こういうふうに私は理解しました。 それではです、ね、どんなことができるかということなんですけどもね、これちょっと、ね、出展忘れてしまったんですが、かつてこんな話を聞きました。読みや書きに障害のある子どもたちが大人になった後、成人になってね、あの先生、とってもあの自分は嬉しかったということを振り返ってます。どんなことを言ってるかというと、私に読めない漢字があるときには友達に教えてあげてと言ってくれたと。 これも合理的な配慮の一つですよね。あらテストにルビを振ってくれる。テストを読み上げてくれた、ね。友達にノートを見せてあげてくれと言ってくれると。何でもないことです、えー。テストの読み上げは今や私は常識になりつつあると思うんですけども、もしまだね、されてない方がいたら、これ合理的な範囲ですから、 読み上げるだけでね、えー、全然理解が変わってくるっていうのを私自身も知っております。こういった合理的な配慮をね、こうしていただけるといいかと思います。そしてもう一つ、宿題の量。宿題は一律にという考え方も捨てるだけで、えー、ずいぶんね、そういう読みや書きにね、障害のある子どもたちを救うことになっていきます。特にね、福井県は宿題が多いということで、有名ですので、これから考えていた,いただきたいなと思います。 えー、じゃあもうちょっと具体的にいきましょうね。例えばですね、算数、えー、1番、高橋さんの学校の5年生100人のうち、運動クラブに入った人は60人、文化クラブに入った人は40人でした、運動クラブの人数は5年生全体の何,分です何倍ですかと、こういった文章でありますよね。この初見の文っていうのは、読みや書きに障害のある子にとっては非常に読みにくいんです。 ところがですね、授業中いきなり問題文を教師に読、ま、あを子供たちに読ませる授業をいっぱい見てます。それから子供たちが読めるものだとし、ねえー、前提においてもう次に進んでしまうのもいます、ね。ですから、教師が一度判読をさせて耳から一旦入れてあげて読ませてあげる。これも、ね、大事な合理的配慮、すぐにできる合理的な配慮だと思っています。次にですね、これはまあ、 これまでも何回も言ってるんですけども、えー、教科書には答えが書いてあるっていう理由でね、教科書を隠して、えー、問題だけ黒板に先生が書いて写させると。これはね、所持に障害を持つ子にとって負担を増やすだけです。書いてある教科書を使えばいいのに、わざわざ黒板に書いて写すわけですよね。えー、こういったことはね、もう本当にね、やめていってほしいと僕は思ってます。さらにね、えー、教科書に答えが示してあるから見せないっていう考え方もね、 ずいぶんおかしな話で、教科書に書いてあって分かるなら授業いらないじゃないですか。ね、このように、ね、例が示してあるのは例示した方が良いというふうに教科書会社が判断しているわけです。こうたくさんの、ね、立派な学者の先生方も加わって検討しているわけです。その上でこういったものは最初は見せた方がいいと。ですから、えーね、問題文だけのものもあります。それは子供たちができるだろうと判断しているわけですよね。とにかくね、 こういったことに配慮する、それからね意外に自作プリントにこだわる方は多いんですけども自作プリントは文字が非常に読みづらいですもしどうしてもっていうんだろうねパソコンで打つときのフォントの数を大きくする感覚をしっかりとる、ね、書き込みをさせるんなら低学年なら私はマス目を入れるべきだと思いますねそういった配慮が必要ですでもねそんなことはとても大変ですから教科書を使って そしてノートを使えばいいわけです。次にね、板書です。これちょっと私があ作ってみたものなんですけども、こういうような板書、一般的にされますよね。いわゆる1時間の流れが分かる板書。これでも私は少ない方だと思うんですけどもね、えー、これね、えー、読みに障害を持つ子にとっては情報量が多すぎるんです。もしこれをやらなければいけないなら、 どうですこの方がすっきりしてるでしょ必要じゃないものは消してった方がいいです。私は通常このような形で黒板を使ってます。どうしても残す必要なものがある時だけ残します。これもね、考え方を変えるだけで、読みにね、障害のある子にとってはとても助かることです。たくさん書いてあるとどこで何しているのかがわからなくなってきます。 それからですね、これも何度も言ってるんですけどもね、えー、漢字の正語判定なんですけども、ここに書いてあるようなものはね、誤りとは言えないというふうに文化審議会の国語部会が言ってるんです。これ許容範囲なんです。ところが厳格に丸をつけている先生がいます。これね、所持障害の子にとっては、ほら、大変厳しいです。 ようやく漢字の形を覚えたら、今度は羽だ止めだと言われてね、対応できるはずないんです。例えばね、ここ、ここよく見てください。大きくしてみますね。この口、ほら、一角で書いてるんです。これでも認めるって言うんですよ。ね、骨組みに過不足がなく誤りとは言えない。これは弦としか読めないじゃないですか。ですから、これ認めてるんです。えーね、所持障害。 とかね独自障害のある子がよくこういうふうに書きますこれね書き順を教えながらやってもなかなか身につきませんその間これ全部跳ねられるわけですから子どもたちはやる気をなくしてしまいますもう少しね許容範囲を大きくして丸をつけていただきたいなと私は思ってますこれ合理的配慮だと思いますね、これ前もお話したんですが えー、この文化審議会はね、常用漢字の考え方では漢字が正しいか誤っているかをどのように判断するのですかという答え出てますね、骨組みは過不足なく読み取れ、その文字であると判別できれば誤りとはしません、その文字であると判別できれば誤りとはしないんですあら、えー、正しい字形をきっちりと教えるべきではないか、漢字は正しい字形をきっちりと教える必要があると思います、そのような考え方は間違っているでしょうかということですよね。 漢字には一つだけの正しい形があるわけではありません。そのことを踏まえた上で、より整った読みやすい字を書こうとする気持ちは尊重されるべきです。つまり、先生方が正しい字を教えようとする考え方は尊重されるべきです。でも、正語判定はまた別ですので、そこで合理的な配慮をしていただきたいと。そう思います。それからね、漢字の宿題。これよくありますよね。これ自分で作ってみました。 この、ね、ルビー打ち本当に全部にルビー打ち必要ですか、ね、例えば先生方新しい漢字を覚えるのに何回ノートに書けば覚えますか何回ルビーを買った書いたら覚えますか効率の良い,い勉強を教えるということもすごく大事で書けた字は練習必要じゃないです,必要じゃないですよね。それを、ね、こうやって埋めるまで書かせるという考え方には私は強く反対をします。あらね、ここですね。 ススペースを埋めめるるための練習に意味があるかこれね平谷先生の講演で聞いたんですがこのルビー打ちがねやっぱ所持障害のある子ができなくてお,お母さんだとかね親戚の人が夜遅くまでかかって書くというようなことが生じてますこれ全然子どもの学力に反映しないじゃないですか、ね、ですからこういったことも配慮をしていただきたいと思ってます、ね、漢字指導の利点 ここに、ね、書いておきますがとにかく、ね、たくさん書かせて覚えさせる指導からもう少なく書かせて覚えさせる指導への転換が必要です。そ,れそのためのポイントは、ね、覚えるという意識をいかに持たせるかです。書くというのは目的じゃだめなんですよね。例えば、ね、私がいつも言うのは画数を唱えながら指書きをする。これ、机のように書くだけですね。目をつぶって書けたら合格ですよ。と、これは一旦頭の中に入れたということになりますよね。 じゃあ先生に向かって指で書いてごらん。これも覚えてなければできない行為です。ね、それからですね,ね、小テストなんかを行うと思うんですけども、これも、ね、問題数をできるだけ減らして、100点が取りやすくするということがすごく大事で、えーね、100点が取れると自信がつくんですね。特に所持障害の子たちにとっては、大変な苦労をして字を覚えて書いてるわけですから、100点というご褒美がいいねあのやる、次のやる気になるんですよね。こういったことも合理的な範囲だと思います。 そして最後、宿題の話ですね。これ以前もお話しました。アメリカのデューク大学教授ハリス・クーパーさんが宿題について研究をしています、ね。小学校においては多すぎない宿題が効果的です。多すぎる宿題。思ったほど効果はないんです。でね、宿題の丸付けに追われているようではね、えー、ロスすることばっかりが多いです。小学生に宿題を課すのは時間管理と勉強の習慣をつけさせる意味合いが強いと。ですからね、 毎日少しずつ出すというのが私は一番いいと思いますね。えー、私は、ね、休み時間に先生方が丸つけに、ね、追われている姿を見ると、ねえー、もっと子どもたちの話を聞いてあげたりだとか、ね、遊んであげた方がはるかに、ね、いい効果があるとうう思っています。でも、ね、宿題が多い現状では仕方がありませんからこういった努力もしていただきたいですね。特に、ね、学年で宿題を統一しているようなところもしあったら、ね、学年主任さん宿題の量を考えていただきたいですねそれからね。 最近増えてきたのは子どもによって量を変えるという方法ですね。これは保護者の理解がいるんですけども、こういったことも、ね、ぜひやっていただきたいというふうに思いますね。とにかくね、今までの考え方にとらわれない新しい考え方が必要な時代になってきています。